おい、お前なんでこんなとこで倒れてんの？聞いてる？おーい、手貸そうか？廊下なんかで寝てたら寒いだろう。どうしたんだよ？耳のそれ何？髪、耳が聞こえづらい。そうだったんだ。ごめん、知らなかったから。ああ、昔からなのか。そっか。クラス変わったばっかだしな。俺も名前覚えるのに精一杯で。で、こんなとこでなんで寝てたんだよ。投げ飛ばされた。誰に？隣のクラスの。あいつか。ひどいことするな。私がいじめられるのは当たり前のことだから。そんな悲しいことわざわざ書かなくていい。そんなわけないだろう。いいから教室入るぞ。3月とはいえ、まだまだ冷えるからな。お前のこと、ゆっくり教えてよ。俺はどこにでもいる普通の高校生。容姿も性格も普通。取り柄と言ったらよく寝ることくらい。授業もなんとなく出て、聞いたふりして眠って、夕方になったら家に帰るだけの毎日。最近のクラス替えで一緒になった女子生徒が、どうやらいじめを受けてると分かった。ひどい話だ。何も悪いことなんてしてないのに。ただ人より少しだけ耳が聞こえづらいってだけの話で。なあ、あのさ、手話とかって俺でもできんのかな？いや、ちょっと気になってさ。うちのおじいちゃんとか結構前から耳が悪いんだけど、よく手話使って説明してくれるニュース番組とか見ててさ、前から興味あったんだよ。俺とかでも結構覚えられるもんなのかな？簡単なやつだったらか。図書館とか行って本借りてみようかな。よかったら後でお前も付き合ってくれよ。部活とかやってないんだろ？だったらいいじゃん。さすが学校の図書館ってだけあって、いろんな種類の本が揃ってるな。意外と初めてくらいで来たかも。あんまし勉強しないからな。それ結構面白いよ。全然関係ないミステリー小説見てる。てか、そのシリーズだったら、うちに全部揃ってるから貸すけど。全然いいよ。そんな目をキラキラさせて喜ばなくても。なんかあれだな。お前とは言葉を交わし合わなくたって、思ってることが理解できる気がする。最初に喋った時よりずっとずっと表情が豊かな感じがするからかな。クラスの奴らもあっちのテーブルいるみたいだな。声かけてみ。やめとこうか。お前ももっと他の奴らと仲良くできたらいいんだけど。強制するもんでもないしな。そういうのを考えるのもめんどくさいし。これ選んで借りたら帰ろう。それからも俺は彼女と仲良くし続けた。普通のことだと思ってた。普通にクラスの女子と仲良く喋ってるだけ。周りの目とか特に気にしたこともない。不思議と彼女を家まで送っていく癖ができて、帰り道に歩く時間が日に日に短くなっていくような感覚になった。きっと、彼女といる時間が心地よくて楽しいんだ。歩いてる最中は俺が一方的になんか喋ってるけれど、彼女のバリエーション豊富な表情を見ていると、飽きるなんてことはなかった。俺って
思ってたよりおしゃべりが好きなんだな。そんなことにも気づかせてもらった。どうも。今日も無事彼女を送り届けました。はあ、いえ、そんなお母様が気にするようなことでは。あまり家の距離も離れてないですし、僕が好きでやってることですから。なんでお前もじもじしてんだ。僕も最近、彼女といると会話がなくても考えてることがわかるようになっていきまして。ええ、もちろん、これからも仲良くさせてもらうつもりです。娘をよろしくお願いします。はい、もちろんです。学校でのことはお任せください。任されてしまった。無責任にあんなことを言ってもよかったのだろうか。でも、悪い気は不思議としなかった。あいつがいると委員会進まねえんだよ。マジでイライラするわ。あいつのロッカーぐちゃぐちゃにしてやろうぜ。そんな声が聞こえたのは、朝のホームルームが始まる10分前のことだった。すぐに彼女のことを言ってると分かった。彼女はまだ学校には来ていない。今日は病院に寄ってから来ると言っていたので、午後からの出席になるだろう。お前らそういうのやめろよ。だるいんだよ。あのさ、別にあいつが誰かのこと傷つけたりしてるわけじゃないだろう。仲良くしろなんて言わないから、せめて何もするなよ。こんな風に人のことを怒ったりするのは、あまり好きじゃなかったけれど、というか、したことなかったけれど、あまりにも許せなくて言ってしまった。彼らはポカンと口を開けて、俺の言葉を聞き切った後で、ブーブー言いながら席に戻っていった。明日からは俺のロッカーがぐちゃぐちゃになってるかもな。そう思ったけれど、考えるのも面倒だからやめた。なんだ？歩きながら筆談するなよ。危ないだろう。ちょっと止まろうか。ん？今日はありがとう。いや、毎日一緒に帰ってるじゃん。学校でのこと。あ、もしかして他のやつから聞いたのか。ああ、そう。いや別に特に何も言ってないよ。そんなヒーローでもあるまいし、単にうるさかったから注意しただけだよ。何笑ってんだよ。ボケっとしてるのか、かっこいいのかわからないよね。うるせえ。俺がかっこいいわけあるか。まだまだ卒業式まで先が長いからな。正直、学校なんて面倒だから早く辞めたいけど、これからまだまだ一緒に帰れると思うと、悪くないかもな。それから月日が流れて、ついに卒業式を迎えた。あれ以来、紆余曲折はあったけれど、彼女へのいじめや非難はなくなったし、俺もかろうじて卒業することができた。今日で卒業か。なんだかあっけなかったな。式も泣くかと思ったけど、意外と泣かなかったし。3年間何したかなって思い出すと、特に身になるようなことはしてなかったなって、ちょっと後悔の方が強かったりな。こんなもんかな。あなたのおかげで、学校生活楽しかった。学校生活が楽しかったのは、お前が頑張ったからだろ？俺は何もしてないって。びっくりするくらいボケっとしてる。また言ってる。うるせえ。それにしても、学校からのこの道を一緒に歩くのは最後だな。まあ、明日からはまた別の道が始まるんだけどね。俺は彼女と手を握った。学校は卒業しても、彼女といる日々はきっと変わらない。どんな道でも
二人で歩いて行こうともう決めたから。ん？あなたの取り柄は特別に優しいことね。バカなこと言うな。普通の俺を見つけてくれた君が特別なんだ。